西寄寺は、滋賀県安下木部にある新州木部派の本山の寺院。三号は、返上山。陰号は、天神五宝院。本尊は、阿弥陀如来。創建は、平安時代初期の天安二年、天台宗の自覚大支援人により、最長が、比叡山を開く際に、霊木で作成した倉間寺の美写門天像と、道木道作の像を、 天安堂を混流して祀ったことによる。家庭元年、浄土新州の海祖である新蘭が関東からの気楽の途中、美濃国の昇蓮寺で、美写門天の霊国を受けて当時に立ち寄り、日立国滞在中に、霞ヶ浦にて監督した一尺八寸の阿弥陀如来座像をこの地に安置したとされる。そして、著述中であった、協業新章全六巻のうち、最後の二巻となる、 神仏土巻と化身土巻を作成し、協業新章を完成させ、その記念として、新正面向きの肖像画である、満足の見影を描いたとされる。そして、神蘭に帰還した、この地の地頭、石畑助長の援助により、寺院として整備されていったという。こうしたことから、当時は、神蘭聖人の足跡を残す、唯一の本山寺院とされている。 逆人元年7月6日の夜に天女と二人の童子が現れて紫香りの錦を追って仏前に備えた。その備えられた錦を四条天皇に献上したところ天皇から天神御宝錦織の寺との直学を受ける。これにより、次号を返上山天神御宝院錦織寺とした。鎌倉時代の末期には横曽根門徒がこの地に展開し、地空によって 広がりを見せていた。が、地空は、浄土新州本願寺派のありの四、男綱源を養子とした。綱源はなお、時間と改めて第五代を次に式より寺の一派を、形成した。しかし、室町時代の明王二年には、第七代次元の孫勝江が門徒を引き連れて、本願寺派の連与に合流する事件が起きている。戦国時代、a 十二年第十一代次王の時、 浄土新宗、浄土宗の二宗見学の寺となるが、天正元年には門跡寺院となり、十四洋菊門の使用を許される。元六七年に宝蔵より出荷して、全山海人となり、満足の御影や阿弥陀如来像が損傷してしまう。それでも御影堂は、元六十六年に再建され、教法十一年には中宗大十四代領事がに、宗見学を辞め、 浄土新州に復帰した。教法19年には、東山院の御所、お酒好きの間を関院の宮を通じて廃業し、延教2年、新州西色寄り派を成立させ、文化11年には、純門関に列せられた。阿弥陀堂は、天保2年に再建。文久元年には、天安堂が再建された。1876年頃、西色寄り派から木部派に改名。 1881年、明治天皇が、新蘭聖人に、身、新大死後を追造、直学を掲げる。1896年に、西本願寺21世保守、秋行の次男で22世保守教授の弟である、木部孝二が西織り寺の十字となり、木部派、第20代保守を継ぐ。1940年には第二本、仏教会所大会長となる。 当時の南東に木部神社がある。ありがとうございます。